バイラビーチ・フレイは、ラトビアの政治家、心理学者、元女性初の同国大統領、リガ出身。父は、彼女が1歳の時に他界した。1944年12月31日、家族でドイツに移住。リューベックのラトビア人難民キャンプの学校とカサブランカのフランス語学校で初等教育を受けた。1953年に家族でカナダに移住し CIBC で秘書として働いた。カナダでは英語と心理学の学位を受け、後にマギル大学で実験心理学の博士号も受けた。1957年から在外ラトビア人中で青年教育家、民族専門家として働く。1965年から1998年までモントリオール大学の心理学教授を務めた。精神薬理学、心理言語学、科学理論等の授業を担当し、記憶過程と言語、認知過程への薬物の影響の実験的研究を行った。また、記号論、史学、交渉文学の構造分析といった研究を手掛けた。国内外の科学組織で活発に活動し、カナダ心理学会会長、NATO のヒューマンファクタープログラムのカナダ代表、議長として働いた。1989年、ブラジル議会の改憲委員会のカナダ代表顧問として招聘された。1998年10月19日、ラトビア研究所所長に任命された。1999年6月10日、大統領選に出馬し、6月17日に就任。2003年6月20日に再選された。2006年9月15日に国際連合事務総長選挙に立候補を表明したが、半期分が選ばれた。2007年7月7日に2期目の任期を満了した。後任は、バルディス・ザトレルス。ありがとうございます。